マイケル・テレンス・キャメロンは、アメリカ合衆国、ジョージア州、ラグレンジ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1991年に、ドラフト18巡目指名で、シカゴ・ホワイトソックスに入団。1995年8月27日に、メジャーデビューした。1998年11月11日に、ポール・コネルことのトレードで、シンシナ・ティレッツに移籍。 2000年2月10日に、ケングリフィー・ジュニアとの4対1のトレードで、シアトル・マリナーズに移籍。2001年は、オールスターに初選出を果たし、25本類が、110、打点の成績で、自己ベストを更新。シーズン終了後には、ゴールドグラブ賞を初受賞を果たした。2002年は、マリナーズの球団記録のシーズン176、三振を記録したが、 同年5月2日のホワイトソックス戦でメジャー史上13人目の1試合4本塁打を達成している。2003年2度目のゴールドグラブ賞を受賞し、外野手として21世紀では最多となる視察数485の守備記録を打ち立てている。シーズン終了後の10月27日にフリーエージェントを宣言。ニューヨークメッツは投手から守備の改善の要望があり、 トム・グラビン、アルライター、ジョン・フランコラは守備の名手である、キャメロン本人に電話で入団をくどき、12月23日に3年、総額1950万ドルの契約で合意。2004年は、本類だこそじこ最多の30本を記録したものの、打率は、231と低かった。2005年は、カルロスベルトランの加入により、本来の守備位置のセンターからライトへコンバート。 8月11日の試合中にベルトランと衝突し、故障者リスト入り。そのままシーズンを終えた。サンディエゴパドレス時代2005年11月18日に、ゼビアネイディガイアシュとの交換トレードで、サンディエゴパドレスへ移籍した。2006年は、3度目のゴールドグラブ賞を受賞した。2007年シーズン終了後には、球団から3年総額2400万ドルの、 契約延長を打診されたが、拒否。二千八年一月十四日に、ミルウォーキーブルワーズと一年七百万ドルで合意。ミルウォーキーブルワーズ時代二千七年十月三十一日に、禁止薬物検査で二回目の陽性反応が出て二十五試合の出場停止処分が課された。この処分は二千八年シーズン開幕から適用され、二千八年シーズン初出場は四月二十九日と、 なった。本類打数は4年ぶりに25に達し、シーズン終了後球団は2009年のオプションを行使した。2009年のシーズン終了後にボストン・レッドソックスに FA 移籍した。2010年は開幕して、すぐに脇腹を痛め、48試合にしか出場できなかった。出場試合数が激減した影響で打率259.4本類打 15打点という成績に止まり、それまで4年連続で記録していた20本類が以上の記録が途切れた。2011年はカール・クロフォードの加入と恒例であることから、JD ドリューとプラトーンでの起用になると見られている。2011年7月5日にトレードでフロリダ・マーリンズへ移籍したが、9月13日に解雇された。2012年、ワシントン・ナショナルズと契約。 しかし、同年2月19日に、現役引退を発表。引退式のため1日だけ、フルスマリナーズと契約。4月13日に、セーフコフィールドでの開幕戦で、始球式を行い、正式に引退。始球式は、マリナーズ時代のチームメイトとして、宇宙間でコンビを組んだ一郎が保守を務めた。息子のラズ・キャメロンは、デトロイト・タイガースに所属している。 2002年1月1日放送の TBS 系最強の男は誰だ壮絶筋肉バトルスポーツマンナンバーワン決定戦に出演し総合4位の成績を収めた。ありがとうございます。